フラッシュとかだけ気をつけて、フラッシュびっくりするんで、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ最初にうち今メスが2頭いて、今から上のトレーナーさんたちが送ってくれる準備をしてます。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、後ろの人もね、見えるようによければ前の人が座ってもらえると。座ってやってやる。じゃあ最初に、15歳の、女の子、ナナに来てもらおうと思います。じゃあ来させますね。はい、どうぞお願いします。今日がナナやって、この子。これナナやって。これナナちゃんです。見えますか？ベルが白イルカっていうだけあって色白いでしょ。じゃあこっち行こう。なじゃあこっちもこっちのお客様の顔を見せよう。顔見せた。じゃあいや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 。今コロナの後またこういうイベントを再開するかもしれないで、口の中見てみよう。はい、じゃあ、口からリング出します。ベルーガ・グレイという子が来ます。この子は体重800キロぐらいあります。さっきの子は800キロぐらい。いいね。ちょっと年いってるからいい。まだ見てた。
ありますね。
川水族館は、まもなく5時30分に閉館いたします。お出口は、下から2階、南から1階の2カ所です。下から出口外にあるミュージアムショップは、5時45分まで営業しております。なお、当館横の通路用とレストラン施設、ゼティは6時30分まで営業しております。皆様、どうぞご利用ください。しかし、生まれたばかりのベルーガが濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では、魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館でご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは 4m、 1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上